新潟市の海岸に立つ日本海側最大級の水族館マリンピア日本海。入ってすぐに出迎えるのはマリントンネル。海底散歩をしているような幻想的な気分を味わえます。この水族館では日本海の海中を再現した巨大な日本海大水槽など約450種2万点の水の生物を鑑賞できます。子どもたちだけでなく幻想的な光景は大人のデートコースとしても大人気の施設です。イカの餌付けやウミガメなど珍しい生態が間近に見られるのもマリンピアならでは。そして一番の人気アトラクションがイルカショーです。7頭のイルカたちが楽しいショーで素晴らしい能力や生態を見せてくれます。全てその見てほしいんですけども、マリンピアのイルカショーは、行動能力、飛んだり跳ねたりだけじゃなくて、今話した水への適応の話、あとはその他の認知能力等もですね、正確な情報を伝えたいと思ってイルカショーは構成してますので、そこら辺見てほしいと思います。水族館最大の体重を誇るトドの餌付けも毎日通回ご覧いただけます。ね、トドは大体夏場繁殖期に入ります。で繁殖期の間は、そのトドハルモを作って繁殖をするので、もう餌よりもメスの方が気になってしょうがありません。で体が大きくない と、子孫を残すことができませんので、繁殖期に入るまでに餌をたくさん食べて体をとっても大きくしてます。一番多くて冬場1日マサバを40キロ200匹近くまで食べる時があります。春までにまた大きな体を作っていくんですね。他にもアメリカンビーバーや日本で初めて繁殖に成功したバイカルアザラシの赤ちゃんなど、珍しい水の中の哺乳類たちの様子を見ることができます。楽しい一日の締めくくりはペンギン島へ。絶滅の恐れがあるフンボルトペンギンやイワトビペンギンなど約80羽のペンギンたち、そのユーモラスな歩きを見ながら癒しの時間を締めくくりましょう。お土産のオリジナルグッズもたくさんありますよ。